遠く宮城県の名取市から来てくださいました宮城の昇恵学院大学黙々の皆さんです。鳥取市青谷町出身の安藤先生が25年前からこの北府町の稲葉の笠踊りを大学の研究の一環として習い覚えて、そして出身大学の宮城教育大学の宮城座と、そして勤務されています昇恵学院大学の学生サークル民族舞踊クラブ黙々の学生の皆さんや卒業生の皆さんに伝えて、さまざまな発表の場で披露をしていらっしゃいます。今回もですね、この学生サークル黙々の学生の皆さんが来てくださいました。本日は貝殻節と稲葉大杖を踊ってくださいます。それでは、はるばる宮城県から来てくださった昇恵学院大学黙々の皆さんです。拍手でお迎えください。宮城から来ました昇恵学院大学の黙々のグループです。よろしくお願いします。なんのいんがで、はい、貝殻こぎなろうだ。かわいやのかわいやの、はい、色は黒やんさのえよやさのささ、忘れられようか情けも熱い、かわいやのかわいやの、はい、やさほえや、ほえやえよやさのささ、やんさのえよやさのさ。よし。
はらしずねに通いじわあえ一目しのんで阿弥陀さに「うちには三浦屋の小紫」「互いに色顔慣れなじむ」八にそのなさけ一夜霧とは気にかかる苦が言わなことか目黒に残せし日よくずかご声援ありがとうございました。ありがとうございました。宮城から昇恵学園大学黙々の皆さんでした。それでは部長の岡山真子さんにお話を聞きたいと思います。岡山さんお疲れ様でした。岡山さんは去年もね出演してくださったんですけれども、今年はどんな思いで踊られましたか？去年も踊りに来た時は本番前すごい楽しみだったんですけど、今年はこの同じ学年4年生のメンバーでよりかっこいい踊りを踊りたいって思うとだいぶ緊張して、本番前どうしようどうなるかなみたいな、でもちょっと楽しみな気持ちもあって思いっきり踊れたかなと。思いっきり踊れました。皆さんいかがでしたか？大きな拍手が上がっています。そして安藤先生、今年でね3回連続でお越しくださいました。そうですね、去年が初めて黙々のメンバーだけで来て、その前は雅座と一緒に合同チームだったんですが、震災から7年目がおととしだったので8年目と、で去年が20回記念だったのでみんな出るぞって言ってきたんですけど、今年のメンバーにどうするって聞いたら21回目も出たいということで、それも新しい演目の大杖を今年初披露だったんですね、鳥取では。はい、どうだったでしょうか？ね、頑張ってよろしくお願いします。はい、皆さんのモチベーションになってるんですかね。はい、この3年生から後輩たちもこれを見ていますし、報告をすると来年僕たちも行きたい、私たちも行きたいってなって、はい、まあ、繰り返してこちらに来ることができればいいかなと思っております。はい、ぜひねまたお越しいただきたいですね。ありがとうございます。今年もご参加いただきまして、はい、ありがとうございました。宮城から昇恵学院大学黙々の皆さん、そして安藤先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今日の朝出られて午後3時過ぎに鳥取に着かれたそうです。明日はね鳥取砂丘や砂の美術館を見に行って、そして明後日宮城の方に帰られるということですね。なんと昨日は秋田でまたこういった踊りの会があって、秋田で出演されてっていう、ね、ハードスケジュールの中今年もこうして出演してくださいました。ありがとうございました。